まるっとカリッとサクサク。こんばんは。こんにちは。おはようございます。ということでですね、娘が8ヶ月になったんですけど、そうですね、育児も少しずつ、慣れてはきてはないけど、まあちょっと余裕が出てきてるっていうことで、まあ余裕というか、みんなにやっぱこうサポートしてもらってるっていうことがあるので、自分の時間ができたりとか、あと本並さんと2人で話し合う時間もたくさんできてるし、育児をまあ協力してやろうっていうこともあったりとか、で、あと家族、今実家に暮らしてるんですけど、家族の支えがあって、まあ、お仕事との両立、まあ、育児とお仕事の両立がすごいバランスよくできてるなっていうのがあります。最初に子供を産んだ時にやっぱり育児に力を入れてっていうのはあったんですけど、やっぱりこうお仕事をしながら育児をすることで育児も頑張ろうと思えるし、育児を頑張った時にお仕事も頑張ろうと思えるし、なんか2つ両立することがすごい私には合ってるのかなっていうのは思っています。あとは本並さんとこう毎日どんな感じか、まあ、子供のこともそうだし、私のメンタルだったりとか体調のこととかっていうのをすごい気にしてくれたりとかっていうのがあるので、すごいありがたいなと思っています。そして、まあ、このタイミングで、また妊活にちょっと取り組もうっていう感覚がありましてですね、感覚というか、まあ、本並さんと話していて、そうですね、なのでいろいろまあ準備はしながら毎日過ごしているという感じです。まずはこの体調面を一番健康的に行きたいなっていうのと、やっぱり妊活ってなるとこう本当にちゃんと向き合うことが必要だと思うので、まあ、仕事はもちろんなんですけど、妊活期間中はそのマネージャーさんと一緒にスケジュールを相談したりとか、そうですね、いろいろこう体に無理がない状態で行けたらいいなっていうのがあるので、いろいろ今まで以上に話し合えるようにしています。そしてまだ今子供が、今の娘が8ヶ月なので、まあ今すぐというか妊活そろそろ始めようねっていうこともあるし、まあ私も年齢的なことがあるのでそんなにゆっくりはしてられないんですけど、まあそうですね、自分たちの気持ちだったり体が準備ができたらゆっくりちょっと始めていきたいなと、ゆっくりと言いつつも少し、そうですね、足早に始めていきたいなっていうのを思っています。あとはその妊活っていうと、前の妊活を振り返った時に、まあ、結婚して、まあ、すぐ子供ができたらいいねっていうのは思っていて、自然に任せてはいたんですけど、やっぱり仕事をお互いまず目標で掲げてたのは、2人の仕事を増やすことっていうのと、まあ、一人一人もそうだけど、とにかく仕事を頑張ろうってことでやってて、まあ、その中で自然とできたらいいなと思ってたんですけど、なかなかやっぱりこうタイミングだったりとか本当に難しかったりとか、タイミング取るのも難しいし、そうですね、こう排卵を自分で調べるって言ってもなんかこうちょっとどこか勇気がなんか持てなかったりとか、なんかそういうのがあったりとかして、なかなかなんかうまく妊活が最初の方できなかったなっていうのがありましたね。なんか子供がすぐ欲しいっていうのはあったんだけど、子供ができて産休だったりとか休むことで自分の今までの仕事がなくなってしまうのかなとか、そういう不安もあったし、で、その後戻れるのかなっていうのも想像でしか考えることができなかったから、すごい不安になっていろいろ悩んで、まあ、本並さんと相談したりとかいろいろまあ、ありましたね。あとは妊活って言っても、じゃあ何からどう始めるのかっていうのも分からなくて、まあいろいろ調べたりとかっていうのはあるんだけど、なんか自分がどれが合ってるかっていうのも分からないし、まあ基本妊活って正解がないじゃないですか。もうまあ自分が合う合わないももちろんあるし、これが正解でこれが間違ってるってこともないし、きっと全部正解なんだと思うんですけど、それがまだ始められないっていうので結構考えたりとかいろいろしてたら遅くなっちゃったりとかしたなっていうのが自分の感覚でありましたね。それでいざやっぱりこう妊活しようって思った時に、まあお仕事あったりとかいろいろあったんですけど、すごいタイミングがあったりとかで、そこはすごいうまくいったなっていうのと、あとは
まあ、私自身もすごいこう温活にすごい力入れてて、結構その体を冷やさないようにしてたりとか、まあ、食べ物を気をつけてたりとかっていうのをいろいろしながらやってたっていうのが、その前の妊活の時だったかなと思ってます。そしてやはり妊活をするって言ってもすぐできるっていうよりかは、なんか結構こう気軽さだったりとか、そういうのが簡単にできたりとかっていうのがあんまり自分の中で見当たらなかったので、なんかそれが気持ち的によしっていうよりかは、少しちょっとそれが不安とか負担になんかなった感覚はありましたね。そしてマネージャーさんとも、もうこの生理周期を共有してるので、いついつ生理だっていうのもマネージャーさん分かってるし、そういう状態の中で、妊活に向けて少しずつやりたいなっていうのはあります。そしてですね、なんとこの度11月7日に発売なんですけど、このユニチャームさんから出ました、このソフィー妊活タイミングをチェックできる織物シートっていうのが11月7日に発売されました。はい。そしてですね、本当に一番いいのはまず手軽にできるってことですね。妊活しようと思っても、じゃあ何からすればいいかなと思うんだけど、これは日常的に何かすごい大きいものとか、すごい何かなんていうのかな、時間がかかったりとか負担がかかるってことがなく、やっぱりこう簡単にできる、こう日常的に気軽に取り入れられるというアイテムですね。そうで、妊活の織物シートなので、まあ、生理の時と同じでという言い方あれかもしれないですけど、まあ、同じように、まあ、ナプキン、パンツの上にナプキンをつけるみたいな感覚です。はい。そして、中身はこうなっております。で、オープンって書いてあるんですけど、ここからこう、切ると簡単に切ります。で、中身が、そう、もうこのまま、こう、中からこう出す時に、もうこのまま、なんていうの、こういう風にわざわざ向かなくてもいいとか、このまま、これすごい画期的だと思う。こう、抜いたらもうすぐ、こう、なんていうんですか、テープになってて。という感じです。こういう感じです。で、すごい薄くて、軽いです。うん。なんか、やっぱりこう、触り心地も、なんていうのかな、しっとりしてて、これ私の感想ですけど。で、私はすごいデリケート部分が、なんか、結構、いつもだったら生理の時に蒸れたりとか痒くなるんですけど、本当にこの織物シートは全然痒くならなかったです。で、ちゃんと織物がつくように装着するんですよ。まあもう一人違うと思うので、そうですね。で、この後ろがこう両面テープみたいな、両面テープ、後ろがこう粘着するタイプなんで、もうこのままこう、ショーツにつけるだけで大丈夫です。で、つけて履いて、で、まあ、ズボンとか履くと、こう、ちゃんと自分の織物が出るなと思うところに、織物のところの部分に、こう、しっかり当てるってことが大事だと思いますが、私ができたので、多分簡単に皆さんできると思います。これ、織物の前じゃないですか。これね、日本線があって。で、織物が、反応が出てくると、ここの真ん中のところに、2つ、そうなんですよ。2本の線が出る。で、2本の線が出たら約0から2日前というタイミングが測れるので、今まで使って、いろんなものを使ってきましたけど、私の場合ちょっとずれたりとかする部分があって、そして私がこう使用して思ったのは、まず本当に手軽。じゃあ妊活始めようってなった時に何からって思ったら、ソフィーさんのこの妊活織物シート、あ、買ったらもうすぐ妊活できるじゃんって、もう始めるのもすごい、妊活に対して始めるのも簡単だし、そうですね。私も、結構やっぱお仕事が忙しかったりとか、まあ育児も結構バタバタして忙しいんですけど、そういう忙しい方にもすぐ、できることなので、簡単にできるし、まあトイレに行ったらできるし、そうですね。だからすごい簡単だなっていうのと、あと日常的に、妊活が取り入れられるっていうのがすごい私に合ってるなっていうのは思いました。皆さんにも本当に気軽な気持ちでやってほしいなと思っています。こう私が使ってみた感想もそうなんですけど、やっぱりこう妊活に対してわからないなっていうのと、妊活ってほどなんていうのかな、こう
始めようってなるとなかなかどれからっていう風になるのが難しいので、まあ、気軽にこう妊活織物シートを始められるよっていうのと、あとは例えばお子さんがいて下の子の面倒を見ながら、そうですね、生活見ながら生活してもこの妊活織物シートは簡単につけることができるので、そういうのもいいなっていうのもあるし、これで妊活のタイミングが分かるってなると、私はこの旦那さんに今まで妊活のタイミングとかっていうのはお知らせはしてたんですけど、なんかそうですね、2日前から、まあ0日から2日前から妊活のタイミングが分かるっていうのも、なんかすごいこう気持ちの余裕ができるというか、なんかそうですね、伝えやすいかなっていうのもあるし、とにかく妊活始めるのにこう始めやすいっていうのがあると思うので、これはまあ人もちろん人それぞれなんですけど、私はすごいやっぱりそうですね、おすすめだなっていうのがあります。日常的に普通の普段の生活でも妊活のタイミングをお知らせしてくれるし、なんかそれで確認できるっていうのがなんかすごい私は安心感があるなって思いました。あとは本当にこう妊活を取り組む女性たちをサポートしてくれるっていうアイテムだと思いますね。なんかすごいこの持ってるだけでも、私はですよ、持ってるだけでも心強いし、なんかこう自分の味方ができたというか、そうですね、なんかそういう味方というか、自分の信頼できたり安心できるっていうアイテムを増やしていくっていうのは、それだけでも妊活の一歩っていうのを踏み出してると思うし、そうですね、なのですごいこの心強いアイテムだと私は思います。